つ目のボタン。二つ目のボタン。三つ目のボタン。そして四つ目のボタン。10年前、雨の日の悪魔と呼ばれた連続。一つずつボタン持ち合ってる。その四つのボタンが見つからなかったの。最初からこうやって。まだ鑑識は入れてません。近所の子供たちが発見した時からこうなってました。これは普通の山じゃない。10年前の現場そのままだ。仏さんの代理ボタンも切り取られてる。鑑識の到着前なのに鑑識課の番号札までが並べてありました。いや、違うのは犯行現場と被害者、それとナンバていなかったな。10年も経ってるんだ。連続殺人犯の行動パターンは変わることもある。しかしボタンが切り取られていることは同じだ。2人目の被害者が発見される。昨夜も雨じゃなかった。奴はもう雨の日の悪魔じゃない。ただの殺人鬼だ。見ろ。今度は5の札が右に倒れてる。最初は3が右横に倒れていた。